よはい、おはようございます、平成最後の中谷式です。4月20今日は9、久しぶりに来てます。で、まあ、前回が芹川ダムで、まあ、ジャックハンマーで数釣りができたので、まあ、平成最後はなんかちょっと違うことをしたいなと思いまして、今日はででんプリムスライドギル型ビッグベイトを一本勝負で、今日は頑張りたいと思います。本当に何も持ってきてません。ウエストバッグすら持ってきてません。もうこれがなくなったら今日は終わりです。で、まあこれでなんとかでかいバスを釣れるように、今日雨なんですけどね、実は雨の日を選んだんですけどね、頑張りたいと思います。乞うご期待。おっしゃー、はい、ちっちゃいけどブリムで来たで、ブリムで、あら黄色、黄色、ちょっとブリムが木の上に行っちゃった。はい、ブリムフィッシュ、ちょっとちっちゃいね。でも足元にまで追っかけてきて、ボワーってできた。もうちょっと頑張ります。はい、2回目送ってきた。
でっかおっしゃー来たー見た今の見てこれやばいガッポリングはいやばいの来たちょっと持つとこがないブリムエイトトラップやばいの来たさっきミスバイトしたやつもう一回投げてで足元までブワーって追っかけてきてで進行方向で足元でエイトトラップしたら食ったすげえお腹平成最後の久しぶりビッグバースイエイエ頭につけてたら右手たまるもんなバレんな、バレんなよ。おっしゃ。ふい。はい。ブリム三発目。来た。やっとキャストで釣れた。よし。はい。いかがでしたでしょうか。今日はね。平成最後ということ、平成最後の中谷式ということでビッグベイト1本でブリムスライドこれを1本持って、釣りに行ったわけなんですけどね、まあ、結果的には3本することができました。チェイスを含めるミスバイトチェイスを含めるとかなり反応はあったんですけど、やっぱりバスの状態がちょっとポストスポーンで、まあ、なかなか追い切れないっていうような感じでしたね。これがまた5月の中旬とか6月とかになってくると、まあ、産卵を終えたバスも回復し始めて、まあ、どんどんこういったギルも追うようになってくると思うので、まあ、今日みたいな狙い方でさらにバスが食ってくるんじゃないかなというふうに思います。てなわけで、まあ、平成最後の中谷式にふさわしい魚も釣れました。まあ、5月から新元号の令和に変わりますが、引き続き高田錦をよろしくお願いいたします。それでは。